皆さんこんにちは。響の所属声優が YouTube でお送りしている響スタイル。今回の担当は私前田誠二です。よろしくお願いします。さてさて、今日はですね、もう本当に見てわかる通り、いろんな具材を用意していただきまして、今回やるのはこちら、前田のオリジナルパフェを作ろう。イエーイ、どんどんパフパフ、パンパンパンつってね。はい、僕ねファミレスとかねよく行くんですけど、行ったらもう絶対ねパフェ頼んじゃうんですよ。ファミレスごとにいろんなパフェとか、あと季節物とかあるじゃないですか。もうねご飯食べてお腹いっぱいになってもうパフェだけは頼んじゃう。めちゃくちゃいろんな具材を用意していただいたんですけども、ちょっと中には変わり種とか、もやしとかこれ湯がいてないように、まあ、シャキシャキ食感楽しんでくれということだと思うんですけども、はい、というわけでね、今日はね、まあ、こんないろんな具材をね用意していただきましたんですけども、ただ好きな具材を詰め込めるわけじゃないそうなので、今回は事前に好きなものをいろいろ聞き出しておいたのですが、出たもののみならず、まあ、いろんなものを使ってパフェを作るということで、今回こちらでんでくでんでんでーん。はい、というわけでね、ここの中に、具材が書かれた紙が用意されておりますので、ここからピッピッって引いたものを、グラスに注いでいってパフェを作るということだそうでございます。最終的に乗せる具材は5つ。バランスよく引くのも大事ですよ。まあ時間までたくさんね作っていけるということなんで、じゃんじゃん作っていきましょう。では早速いきますよ、レッツラーゴー。響きスタイル。それでは早速くじを引いていきます。よいしょよいしょ、何が出るから、何が出るやら。よいしょ、一つ目は、お、これはド定番じゃない。一つ目はこちら、よいしょ、ナタデココでございます。見えるかな、わっしょい。じゃあ続いて2品目、よいしょ、あ、来ましたよ、これ来ましたよ。ででん、みかん。というわけで、みかんと合う具材引きたいな、なんだろう。よいしょ、3つ目は、え、なんだこれ、お、いいねいいね、ポッキー。よいしょ、これで4つ目。ででん、韓国のり。じゃあ最後の食材でございます。てててててん、ほう、ミニトマト。あ、全部好きな食べ物だけどパフェにしたってやっと。じゃあ、もう早速1個目作っていく感じですかね。じゃあやっていきましょう。じゃあまず、え、クリームいっとく。あ、でもこれいっぱい使うことを考えると、これここでね使い切りは良くないな。あれ、これ合ってる。これは絶対違うな。これ絶対違うな、キャップで。はいはい、あ、ナタデココ。これ使った食材多分次使わないので全部入れちゃおうかな。もう美味しそうじゃない？そうでもない？みかんですよ、みかん。もうこれはもうみかんはね、もう出し惜しみしませんよ。あー、いいですね。もうみかんパフェと言っても過言ではない。パン！いいね。いいよ、チェリー感あるよこれ。チェリー感あるよ。でさ、完全にラーメン屋で働いてたからさ、完全に家系なんだよな。完成、家系みかん野菜パフェ。ででーん。じゃあ早速食べていきましょう。いただきます。あー、これ見てください、この家系をホストさせるね、海苔のね感じとかね。海苔とクリームとみかん、いこう。みかんがあれば何でもできる。あ、ナタデココも一緒にいきましょう。お箸にして正解だな。いただきます。あ、なるほど。いやね、前の的になくはない。ありっちゃあり。なんかね、ちょっと磯強えな。磯強え。うん。でも
いい。はい、じゃあ次の。いやいい組み合わせだったと思うよ案外。フレークもね、ちゃんとね食感としてね、まあ味もいいんだけどもちろん食感も生きていましたね。いや結構海苔あったの意外だったわ。さっきなくはないってぐらいよまあ皆さん気が向いたら。じゃあ1個目、次のパフェの1個目、チョコクッキー。デレデレ、おお、ベビースター。ベビースターいいですね。ベビースター、え、おウエハース、おお、これいい組み合わせで引いてない。お、これ4つ目、ポテトチップス。5つ目テレッテキュウリ。ここはこれあれですよ、僕フレコーンフレっていうのかな、こいつの代わりにちょっとベビースターを大量にいっちゃいましょう。これこの感じ、いやもうこれさ、このままお先でいきたいよね。チン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 、よいしょー、えいめっちゃ飛び散るあ、はい、というわけで完成でございます。前田第二のパフェ、このね、ハーベストとね、キュウリを羽に見立てて、俺たちにも翼はあるパフェでございます。イエーイ。まあ、早速ね、食べていきましょう。これはキュウリ鬼門だぞ。違うんだよな、全然勝てんだよな、食材が食材が全部勝てんだよなよいしょよいしょ、いただきます。まずいかと言われれば全然そうではない。前田は大丈夫、前田結構ゆるゆるだから何でも美味しく食べれちゃう人だから全然いいんだけど、キュウリが世界を支配している。いろんな風味とか味があるんだけど、芯の部分に絶対いるの、キュウリ。やっぱ大地の恵み強いね。あ、待って、チョコチップクッキーとクリームはもうやっぱり合う。俺は最強、ここにキュウリですよ。お菓子の王国に突如飛来したキュウリって感じ。じゃあ最後のパフェ作っていきますよ。おやっとパフェっぽいものきた。ヨーグルト、もやし引いちゃったよ。さあ続きまして3つ目、うんこ。さあ4つ目、レタス最後こちら、きなこ。いやー全部好きな食材なんだよな。じゃあこれで早速作っていきましょう。はい、じゃあね早速作っていきましょう。これも結構大口だな、どうしようかな。シャンペングラスいいんじゃないですか。あえてよ、このシャレオツな感じでねせめておしゃれな感じにしてなんとかしのぎたい。はい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 、あ、いい具合よ。あとどうするかなってあんこいこう。あんこ、あんこ、自分であんここうやって飲むの、あ、そうそうないよな。目指す、もういでいきたいと思います。もぐさー、あ、いいですね、いい音してるよこれさ、なんか育ててる感あるんだよな。いや一人暮らしでさ始めた頃さ、もやしやっぱ安いからさ、こうテレビとか見ててこうなんかやっぱもやしがいいって聞くけどさ、一人暮らしでこうあんまさ食べないからさ、小食だからさ、結構ね来るのよ、ウェイト的に一応ね、こう救いがあるかもしれない。あ、でもこれいいね、あのこうなんていうの、野菜パフェみたいなさ、こうヘルシー志向のさいい感じのあれとかになりそうじゃないむずきなこ盛るの完成。僕たちはこの大地に生かされているんだ、パフェ完成でございます。イエーイ。もうちょっと細かく刻んだりもやしをしたりとかしたら見栄え的にはね全然バッチリだと思うんだ。じゃあ早速ね
実食していきたいと思います。これ多分もやしで阻まれるね。よし、大地の奥深くにこの僕のスコップがこのきな粉とクリームまみれのもやしを、なんか新しいわ。もやしが味としての主張を全くしないから、なんかきな粉とかホイップクリームとかになんかみずみずしさと食感を与えてくれてるみたいな。はい、全然ヨーグルトにたどり着けねえ。よいしょ、うん、うわ地表部分はこうきな粉の甘さからの中層でのみずみずしいこう新鮮な野菜の大地の息吹を感じて、下まで行くとあんこの甘さじゃん。その最後にヨーグルトの強烈な酸味が来る一度で5度美味しいパフェができたかもしれないもしかしたら好きな人いるかもよ。僕はね、別にね嫌いではない。響きスタイル。はい、というわけでパフェ作っていきました。うん、なんかね、まあ、なくはない感じだったね前半の方良かったけど、最後畳みかけるかのようなこの大地の食材この辺が結構クセモノでしたね。でも本当になんかあのなんていうの、野菜スムージーみたいな感じじゃないけど、なんかもうちょっとうまくしたらいい野菜パフェできるかもしれないなっていう、こうちょっとね光見えましたね。ぜひなんかおすすめのあのレシピあったら皆さん教えてください。よろしくお願いしますというわけで今日はここまででございます。このチャンネルの動画を響きの誰かがどんどん更新していきますので、ぜひぜひ気に入ったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで今日の担当は私前田誠司でした。ありがとうございました。バイバーイ。